こんにちは。こんにちは。こんにちは。センターシエラのビデオ。今回は、シャープ8、IL2C をマイクロビットで動かすというタイトルで始めたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、まあ、何度もやってるんですけど、自己紹介を軽く。松井と言います。ケキョという名前でやってます。あとはこんな感じです。以上。頭かぶってますよね。かぶってます。まあいいや。はい。はい、松岡です。よろしくお願いします。はい、こんな感じです。はい。今日はこうですね。で、今日は、このタイトルにあるように、IL2C をマイクロビットで動かす。うん。ですよ。ですね。僕は気合が入ってます。もう僕できてますかもう。極めて限定的にできています。IL2C は、まあ、なんかこのビデオ見られてる方は当然全て知っていると思ってるんですが、見てますよね、全部ね。23話23話合計3時間ですかね。よくわかんないけど、40時間くらいですかね。なんか、はい。何か簡単に一言で言うなら、あれですね、IL、.NET の中間言語である IL を、C 言語のソースに変換するというツールですね。これの開発を今、ステップバイステップで、フルスクラッチで、設計、開発するっていうのを、ビデオのネタにして、連載してます。現在も進行中です。で、それが、まあ、ギリギリ、使用できるっていうとちょっと語弊ありますよね。テストに使える段階になっている、うん、要するに C のソースコード出るようになっているので、そいつをじゃあ実際に出るんだったら何かで動かしてみようかっていうことでやり玉に上がったのがこのマイクロビットですね。マイクロビットのデバイスで、うん、じゃあ IL2C の力を試してみようかという流れですね。そうですね、はい。まさかこんな早く試すとは思わなかったです。まあ、なんかどっかで引っかかるところとか、うん、目指すところを、ね、うん、早めに確認して、まあまあまあそうですね、はい、はい、ドキドキしてます。本当に動くやるか、ね、楽しくいきましょう。はい、行きましょう。はい、はい、じゃあまずは、うん、なんかお試しで、うん、C のコード、はいはい、中間コードから C のコードを書く、はいはいはい、あ、実際じゃあ今現状そのできているコードの変換の実物を見てもらいましょうかね。切り替えますね。あ、はい、お願いします。はい、で今ですね、サンプルのコードがちょっと用意してあります。これは IL2C のプロジェクトなんですけど、ここの中にこの IL2C テストターゲットっていうのを作ってあって、ここにデモ用のというか、その C シャープのソースコードが置いてあります。で見てもらうとこんなコードですね。ライブラリになってるんですね。はい、でまあ単純です。この add1 っていうメソッドと add2 っていうメソッドが定義されていると。でその中はもう本当になんかこの引数の、ブールの値に応じてなんか2または1をこの引数で与えられた A っていうのに足すと、その結果を返しますよっていうのが、これはイントのパターン、そしてこっちの add2 の方はロングですね。ロングで計算するみたいな単純なコードです。でこれがこの A1 という名前のクラスに定義されていると。でもう1個あってホゲ2というのがあります。でこっちもまあひねりがないんですけど、ほぼ一緒ですね。ただ型が違う。あと3はバイトの値で計算する。それからあと4は優勝との値で計算するというような4つのメソッドを定義した2つのクラスがあります。これを現状の IL2C にかけると、こういうコードが出ます。ここですね。まあなんかインクルード文がちょっと出てて、その後ですね、これですね、ポイントは。IL2C アンダースコアテストアンダースコアターゲットアンダースコアホゲ2アンダースコアアット3という、こういう関数が出てます。はい、IL2C は、はい、何に該当する名前ですか？このね、IL2C テストターゲットですね。ここまでが、こっちで言うところの、今あと3だったんで、これですね。
名前空間、うん、これが出てます。でその後ろにこのホゲニというクラスが、くっついてるんですね。これちょっと並べてみましょうかね、わかりにくいんで、こういう感じですね、この IL2C テストターゲットという名前空間の中に、ホゲニというクラスが定義され、その中にアット3があるんですけど、このアット3の変換結果がこの関数として出てるんですが、それが IL2C テストターゲットアンダースコアホゲニアンダースコアアット3って感じで、まあ要するに名前空間とクラス名とメソッド名がくっついてアンダースコアで区切られて、うん、で定義されてるという形ですね、うん、なぜかというと C 言語には名前空間もクラスもないからですね。クラスという概念もないから、なのでまあ今は仕方なくこういうふうにしてます。将来的にどうするかっていうのはあるんですけど、まあ何らかの方法で区別しなきゃいけないので、まあこうならざるを得ないかなというふうに思っています。はい、で見てみてどうですか。まさか初見ってことはないですよね。連載ずっと見られてきたんでこの方が当たり前ですよ、ね、もちろん見てますよあのこれ、はい、まあ、左の出力したものを、うん、まあ、今からデバイスで動かそうと思うんですけど、はい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 、パッと見は、まあ、インクルードのファイルが、まあ、ちょっと、デバイス側のコンパイラーに用意されているか、はい、っていうか、まあ、OSTD ブールと STD ブールと、はいはい、あとは、メインが今これない状態なのかな。そうですね、メインはないです。うん、メインをちょっとケアしないといけない、はいはい、そうですね。これはどうですか、うん、その C シャープ側でメインを書いておくと、はいはい、出力の、C のコードで、はい、メインが用意されるみたいな格好で取れるんですけど、で、今はちょっと難しい。この変換がうまくいくように、うまくいくっていうのは、こういう形式で出せるようにしたのは、実は昨日の最後の収録の時にその作業をしたんですけど、今日のために、今日のこの収録のためにやったので、今は、あくまでライブラリーを、C シャープから生成したものにして、はいはいはい、メイン自体は、うん、ちょっと後付けで、あ、そうですね、テレカル、はい、っていう手順でないと今のところはできないです。あ、これ、はい、あと、まあ、もちろんそういう意味では今後の課題として、なんか、メインまで含めて C シャープで書くにはどうしたらいいかみたいなのが課題というのが、うん、まあ、そこはまあやんないって切り捨てる方法もあるし、まあ、今日だからそうやって、一通りワークスルーしてみて、うん、いろいろ気づくところがある、うん、あ、まあ、そうです、まあ、いいんじゃないかな、はいはいはい、はい、よくですね。じゃあ、これ今もう生成されている状態ですけど、はい、そうです、コードあります、まあ、実際に生成動くところがなんかちらっと見れるといいなと思うんですけど、はい、まあ、何も出ないいいですよ。まあ、まあ、でも、じゃあ、起動方法だけお見せしましょうか。イメージが、まあ、湧きにくいと思うので、何も出ないって、C のコードは出ますよ。あ、C のコードは出ます。でもできるような、何らかの、こう、有意義なアウトプットは。あ、いやいや、どんな雰囲気かなと。それぐらい。なんか、例えば、ラーメンの映画表示されるとか、そういうことはないです。はい。いや、わかんない。ただ思いついただけ。手羽先じゃないですか。ソリューションの中に IL2C というプロジェクトがあって、こいつが IL2C エグゼという名前 の, ツールとして、まあ、エグゼが出力される感じになってるんですよ。でこれのデバッグとして今のコードが測れるように構成してあってですね、まあ、ここに出てます、ね、これ今プロパティのデバッグセクション見てるんですけど、コマンドラインとして、まあ、こんな感じのコマンドラインを指定してますと。ちょっとなんか親ディレクトリー参照しているのでややこしいですけど、やってることというのは一つ目の引数に DLL 変換したい DLL のパスを書いてます、うん、で二つ目の引数に出力したいソースコードへのパスが書いてあります。これドットイッチなんですか、うん、あ、これはテストの都合ですね。これはなんでエッチかというと、単純に今お見せしたC の出力コードを、まあ、こんな感じでターゲットコードエッジにしておいて、メインエッジにインクルードするような形で参照してるんですね。これは別にドット C もできる。あ、もちろんできます。出力さえの内容変わらないですからね。そう、単なるソースコードなんで、どちらでも別に問題はないです、はい、っていうような流れで、あれを実行すると今のこの出力が得られるという流れですね。はい、分かりました。
で今これまさにあのこっちのメインは手書きなんですよ。これ呼び出しコードは、うん、手書きで、まあ、こんな感じでテストコードを書きましたみたいな、こういう流れです。了解です。はい、じゃあその出力した、今回のヘッダーファイルを、はいはい、というところですね。はい、ください。はい、分かりました。じゃああの GSM の、申し訳ございません。はい、はい、じゃあいただきます。移動します。マジここだけなんか妙にアナログチックな、まあ、あの実現できればとりあえず今はそれでいいと思うと、なんかその間に喋ってください。面白いです。何か喋ってくださいね。何か面白いことってなって、パッと見は大丈夫そうかな、うん、そうでしょ、ね、うん、それがポイントなんですよ。そのあのパッと分かる、あのコピコピする、はい、すいませんでした。はい、コピします。あ、じゃあこれじゃなかった、これじゃなくて、これはい、コピー完了。はい、じゃあ動かしてみますか。で、画面が、よいしょ、真っ暗です。あ、繋がってなかったですね。はい、先ほども出力した、C のプログラムを、はいはい、今日はマイクロビットで動かしてみたいと思いますが、うん、何度でも悪くてすみませんね。でマイクロビットはこちらの製品になります。前回、はい、の時に、はい、お待たせになってますよ。その中身は、こちらになってます、うん、はい、でこれあのボタンがついてたり LED がついてるので、うん、はい、それでまあ動かした結果を確認しやすいかなと、うん、今回はこれ使います。現状 IL2C が出すコードは直接 IO 操作とかできてないんですよ、うん、で今回どうやって確認しようとしてます。ああ、なので先ほど足し算だったので、はい、まあ、足した結果をまあ LED に表示すると、あ、はい、もしくはシリアルで、うん、あのパソコン側に表示するということで確認したいなと。マイクロビットはあのLED のマトリックスがついてるんですよね。だから、ね、まあなんか文字みたいなものはここに出せるから、それで出そうかみたいな感じですね。はい、まあ、前回みたいなあのスクロールビビビとか、はいはい、出すとかもできるので、はい、いいですね。はい、で、でマイクロビットの開発はあの前回、あ、そこ映してないですね。前回、うん、ちょっと紹介した通り、あのメイクコードっていうもので開発ができます。うん、はい、でここにあるようにあのビジュアルプログラミングですね、ブロックの組み立てでできると、うん、でただこちらだと、まあ、ブロックもしくは JavaScript なんですね、うん、はい、で今回はあの C のプログラムを入れたいということ、うん、はい、だと噛み合わないじゃないかな、うん、そうですね、なんですけど、はい、このマイクロビットはあのエンベッドプラットフォームでも開発ができるっていう製品なので、うん、はい、で今回そちらを使ってやろうと思います。この辺はメイクコードがあの、うん、高レベルすぎて全然想像がつかない。高レベルすぎて、メイクコードが、そう、メイクコードが 高レベル、つまりあの高いレベルでプログラミングできる関係で、一体低レベルではどういう、どうなんだみたいなの全く想像ついてないんですけど。で、じゃあ今回はあのエンベッドの、うん、はい、オンラインコンパイラーを使って、うん、はい、ちょっとコンパイルして入れてみたいと思います。はい、でエンベッドのサイトはこちらですね、うんうん、でこちらの、 あのデベロッパーサイトっていうところ
クリックして、でボード一覧ってをすると、そのエンベッドプラットフォームが対応しているハードウェアの一覧が出ますと、うん、はい、でここで、マイクロビットを探しましょう。ここに上がってるんですか。いっぱいあるね。本当にいっぱいあります、ね、あ、ありました。あ、本当ですね、ありますね、はい、おー、今やそんなに、はい、でこちらにマイクロビットがあります、うん、はいはい、でルーティンとか、まあ、いくつか情報あるんですが、うん、とりあえず、その今回生成した C じゃなくて、うん、まあ、まずは何かをこのマイクロビットに入れて、うん、まあ、ちょっと動かす手順を、うん、あ、そうですね、はい、思います。で、普通にやったら、あの JavaScript とかあのマイクロビットのビジュアルプログラムが入るんですよね。はい、なんですけど、だけど C で入れると、はい、で今ここにはですね、このマイクロビットのボード A とともに、右側にここですね、はい、エグザンプルプログラマーということで、いくつかサンプルが用意されています。このうちの、このマイクロビットハローワールドを動かしてみましょう。あ、はい、あ、エンベッドのサイトにマイクロビット用の C で書くハローワールドのサンプルが入っている。あ、はい、そうなんですか、みたいな。で、今これサンプルで、うん、あの GitHub みたいにすぐ見える状態です。はいはい、そうな。でもライブラリも用意されているので、はい、この、はい、U ビットディスプレイスクロール文字列ってやると、うん、この文字列が、はい、LED 上でスクロールしてる。楽勝じゃないですか。あるんです。もうできたも同然な感じがしてるんですけど。で、これは じゃあ、コンパイルするには、はい、まず自分のコンパイラー環境に、はい、このマイクロビットハローワールドを移すので、落とします。これでさっき見てたマイクロビットのポートがインポートされる。そうです、うん、あのさ、先ほどはまあちなみだけなんですけど、うん、あのメイン CPP のところと、はい、その必要なライブラリへの参照とか含めて、うん、はいはい、こっちの、はい、自分の、コンパイル環境にコピーされます、うん、はい、ちなみにこれあのブラウザー上で動くコンパイラーになっているので、はいはいはい、端末になんかインストールとかは、うん、あの一切しないです。でここでもしメインを見るとなんかハローワールドって表示するみたいな格好になってます、うん、はい、あ、なるほどね、なんとなくいったらしい、はい、ちょっと長いんで、はいはい、こんな感じでしょ。で、コンパイルと、うん、でコンパイルボタンを押すとそのサーバーサイトで、うん、コンパイラーが動いて、はい、でコンパイル結果がダウンロードで落ちてきます。今落ちてきました。でディスクトップに保存して、新鮮な感じが、でこのマイクロビットを USB で USB で、あ、画面の方がいいかな、画面の方がいいですかね、うん、はい、今つなぎました、つなぎました、はい、でこれがマイクロビットのドライブで、うん、今落ちてきたファイルがこちら、あ、はい、これをもうここにします。でコピーが終わると、あ、もう出ちゃってますね。ああ、そうですね、はい、ちょっとリセットしますけど、見えますかね、センター CFR と、あ、見えます、ね、出てますね、はい、はい、あ、うん、これで一応、コンパイルして入れるところまで、はい、やりました、はい、うん、これでも半分以上仕事もうですね。もうな、もう絶対できると僕は踏んでますよ。間違いなく動くと思ってますよ。では、先ほど、はい、I2C から出力したファイルを、うん、じゃあくっつけてみましょう。はい、ターゲットコードエッジですね。これで持ってこれます、はい、こちらでインクルドですね、こうかな、そうですね、とりあえずビルドだけしてみます、はい、問題はヘッダーファイルですね、
多分大丈夫だと思います。うん、はい、コンパイルは一応正常で通りました。おまあ、この辺はちょっともともと存在しているワーニングなので。あ、そうですか。あ、じゃあ、まあ、何事もなく。おお、いいじゃないですか。おで、これを何を書けばいいか。例えば、足し算。はい。整数で。あれですね、バイトの値ですね。トゥー、フォルスだと1を足す。トゥーだと2を足すみたいな感じですね。そうですね。はい、そんな感じです。そういう感じですね。はい、これの結果を、うん、なんか、変数に入れて。バイトでしたっけ？そうです。ユイトイト T、うん、そうですね、そういう感じですね。はい、雑ですね。うん、フォーマット欲しいです。ここまでになってもいい。まあ、A だけで、うん、多分暗黙の型拡張になってます。B ですね。あ、これセカンドですか。はい、うんうん、で、コンパイルしてみましょう。はい、じゃーん、正常のダウンロード。はぁ、マジですか。え、動かすの、本当に動かしちゃうの。すごい。逆さですね、これ。逆さですね、上下逆さ。見えてるのか、よくわかんない。ああ、上下逆さ、こうか。何、何、どう？センター CD が開けて見えない。一回リセットします。あ、はい。ファーストイコール11セカンドイコール12って出てますかね。11と12、12先ほどのコードで確認すると、うん、12、1足したのと、そうか、うん、そうですね、12、2足したの。はいはい、あ、そうですね、できましたよ。感動のようなあ あ, あ、ね、すごいですよ。まあ、こんな感じですね。特にエラーもなく、ね、インクルードも何事もなく、何事もないんで、あ、何事もない、はい、あの、黒が報われた気がしました。あの、23回連載をやっている間に、まだもちろん終わってないんですよ、終わってないんですけど、やってる間に、うん、きあの注意を払っていたことの一つは、なんかさまざまな C コンパイラーの処理系で問題なく動くようにするにはどうしたらいいかみたいなことは注意を払っていたので、あ、なんかさっくりと言ったので、あの、ほっとしてます。うん、まあ問題があるとすると、あのヘッダーファイルだけかなと思ってた。そうですね、ちょっとじゃあアルディーノでもやってみますか。お、いいですね。ちょっと今日デバイス持ってきてないので、今回だけですけど、ウィーノありますよ、ありますよ、そんなこともあろうかと。いや、アルディーノぐらい誰でも持ってますよね。これでいいですか。あ、うのですね、うん、ケーブルも、ケーブルもありますよ、うん、ちょっと前を通ります。ありますね、うん、落ちもありますよ。LED 用意しないといけないか。あ、LED 乗ってますよ。あ、本当で、はい、こんな感じ。あ、これ
USB だけでいいんでしたっけ。はい、あ、じゃあタイトル改め、はい、マイクロビットじゃなくて VE ので IL 通信で、これ今さらっと空の状態です。ちょっと、あ、ちなみに言っておくと VC++10 の動作確認はしてます、あの現状の状態でね、はい、全然違うプラットフォームで動かすのは今日が初めてです。ちょっとコピーで持ってきますね。はい、どうで、うん、そうですね、ずっと出てきたかな、ちょっと見とこかな、適当すぎます、うん、16これはあれですね、ユイント16T アンサインド、この世界だと、まあ、ショーとかインとかですね、はい、ドリーノにもなんか色付けされるっていうことはちゃんと認識してるのかな、でかな、プリントがないって。あ、びっくりした。何でしたっけ。あ、そうか、アルトリーノの場合はあれですね、デバッカーで、デバッグのウィンドウに結果が出せるってことですね。そうですね。デバッグ出力ってことですね。そうか、そうか。なるほど。エンベッドのオンラインコンパイラーの場合は、コンパイルされた結果のバイナリーだけが降ってくるので、デバッグはできない。けど、アルビーノの場合。あ、デバッグってのはプリント出力ですよね。うん、そうそう、あ、できますよ。できます。できるんですけど。あ、それ違いますよ、マイクロビットです。11って改良がみたいな11が見てます。お、分かりにくいな、分かりにくいですね。ちょっと直します。あ、いいですね。12、1を足して11ですね。そうですね、はい、何かと思います。よかった、よかった、動きましたよ、C シャープのコードが。アルドゥイードで。正常ですね。うん。はい。じゃあちょっとこの先は、うん、まあデバイスまでは問題なくいったので、うんうん、まあ今日はちょっと見た感じだと、うん、何ですかね、メインどうしようかなっていう。うんうん、まあそうですね。えっと、
レジスタ操作とかね、ちょっとあった方がいいのかなみたいな。あの IO ポートの入出力ですね。で、IO ポートの入出力はもし実現しようと思うと2通りあって、1つはまあそういうライブラリを C 側のライブラリであらかじめ用意しておいて、それを使えるようにする。うんうん、でもそれはあのメソッド呼び出し、あ、関数呼び出しができるようにならないといけないんですよ。うん、関数呼び出し、またまた先の予定です。あ、まあ、わかんないな、スタティックだけだったらうまくやればもうちょっと早めてもいいかもしれないですね、時期、あの実装時期を。あのクラスをやる頃に取り掛かろうかなとは思ってたんですけど、うんうん、まあ、ちょっと早めてもいいかも、ちょっとまだすぐはわかんない。でもう一つ別の方法としては、あの C シャープにはあのアンセーフブロックがあるじゃないですか、うん、あのアーマネージポインターを直接扱える構文が、うん、ほとんどの人は書いたことないかもしれないですけども、あの構文で書いたら、そしたら本物のポインタ操作、 C シャープ、うん、C 言語のポインタ操作に落ちるようにして、で実現できるようにするっていう方法がありますね。そっちの方が可能性は高いかな。なんかあのあは割と簡単に実現できるかもしれないですね。うんうん、まあまあ、あれですね、それができるようになれば、なんかさまざまなあの操作が、IO 操作が C シャープのコードで書けるようになるので、まあ、もうちょっと、今はね、本当になんか計算した結果だけだったけど、幅が広がるかなみたいな。まあ何事もなかったんだよね、今日はね。うん、そうですよ。いや、自信はありましたよ、なかったけど。はい、なかったけど。いや、本当に初めてだったんで、VC での検証はしてたけど、うん、他の環境は初めてだったんでね。まあ、処理系次第だとは思うんですけどね。まあ、大体バックエンド GCC じゃないですか、この辺り。まあ、C ラムかもしれないですね。ただ先ほどのエンベッドのオンラインは、うん、ARM のコンパイラーなので、はいはいはい、まあ、そういうのも大丈夫です。 ARM のコンパイラーって GCC ベースではない、 ARM 独自でやってる。知らないですけど。あ、そうです。はい、MER はね、アルディーンは GCC なんですかね。アルディーンは GCC ですよね。あ、そうですか。なるほど。あとはなんか自分で検証しよう、そのうちやろうと思ってたのは、あの WinMER でなんかできるかどうかみたいなのはそのうちやろうと思ってたんですけど、まあまあ動きますよ、それは動きますよ。ちゃんと考えて やってきたので、コンパイルはどう？まだね、今はいいんですよ。あの片付けされたあの、うん、値を対象に出し入れしてるんで、ポインタ操作はね、なんかその辺気をつけないと、なんかプラットフォーム依存の行動を簡単に作ってしまう可能性があるので、うんうん、もし問題が起きるとするとそのあたりですかね。あとなんかアルディナだとちょっと不利かもしれないですね。まあ8ビットなので、はいはい、マイコン自体は、うんうん、はい、まあ、全体的に32ビットベースのコードが測れると思うので、うん、ああそうか、スタックが、そうか、スタックがね32ビットベースなんでね、まあ、動きはね当然コンパイルとっていう動きがすると思うんですけど、うんうん、はいはい、あのマイコンだったら32ビットプラットフォームの方が、ああそうか、いくら、そうか、そう、あの IL2C で前提にしてることの一つが、その C コンパイラーが結構最適化してくれるボード、うん、最適化してくれるっていうのに結構依存していて、なのであの先ほど最初にお見せしたこのソースコードですね、出力されたソースコード、これものすごい冗長なあの C のコードが出てるんですけど、これは、うん、最適化されればがっつり小さいコードになるということを当てにしてるんですよね。なのででも今言った話でその、AVR みたいな8ビット環境で32ビットで出力されると、確かに32ビットの計算が8ビットの範囲で行われるから、じゃあ8ビットで全部計算するような最適化をしてくれるかというと、まあ、ね、ちょっとね、それはね、ありえない気がする。変数の方が32ビットだったら32ビットの方が、うん、そうですよね、しなきゃと思いますよね。うん、確かに。これあれですね、こいつをWinAVR とかで32ビットじゃないわ、このこれは あれなんですよ、 UINT8 の計算なんでバイトの計算でやってるはずなんですよね、論理的には、うん、
うん、だから果たしてこのコードがどういうどの程度の効率で MVR のマシン語コードに落ちるのかっていうのは興味深いですね。ちょっと早めに検証したい。でも値の判断はしないですからね。その変数の型が32ビット定義されてるから、それは32ビット枠で計算せざるを得ない。でもですよ、これアッドさんなんで、これの対応する C シャープのコードを見ますよ。これですね、アッドさん。これ。この計算って上から下までみんなバイトなんですよ。いやいや、このこっちですよ。あ、違う、うん、分かってる。C のコードの方です。この C のコードを解釈したら、結局のところ8ビットの範囲でしか値を計算してないってまで、解釈してくれるかどうかがポイントかなと思って。それは無理じゃないですか。だって入ってくる値が、うん、入ってくる値が、うん、これが255だとして、うん、はい、で数字足したら、うん、ゼロになるはずですよ。これ実行するとゼロになりますね。なんでかっていうと、桁溢れしてるからですね。桁溢れしてるけど切り捨ててる、うん、ここで切ってるからですね。ここで足し算してます。この行で足し算して、うんうん、その後 U2 と A と T で切ってるので、なので255に1足すと0になるはずなんですよね。あ、ま、これだと成り立つかもしれないけど、変数2つだと成り立たないかもしれない、うん、あ、まあまあそうだ、ね、まあ、値が予測しつつできない。あ、それはそれは無理かな気がするね。確かにちょっと無理がある気がする。し、そこまで賢く判定は どの道してくれる処理系はないような気がするね。まあ次回。それ課題ですね。あの僕は。いやいや、でもシンプルじゃないですか。あのうち32ビットマイコンも今豊富にあるので。うん、あの、うん、優先順位がすごく高いとは思ってないけど、例えば、分かんないけど、なんかその IL2C のオプションかなんかで、そういうことを前提に、うん、その出力するコードをゴニョゴニョするってことがもし可能なら、なんかそういう手段はあった方がいいかなっていう、嬉しいかなぐらいかな、嬉しいかなぐらいで考えてる。まあその前にやることは山の見事にあるんで、まずそっちを解決することが先ですけど、うん、個人的にはあんまり8ビットに向けて何か力かけるって寂しいことです。その代わりに64ビット向け、はいはい、要はここで気づいたのが、はい、うん、いや32もあれば64ビットのプラットフォームも先々 ね、やっぱ増えてくるだろうから、64ビット何が問題ですか。そういうところを、いや同じようにビット数の違いがあるので、うん、はい、その自己デバイスに合わせて、はい、っていうところを考慮しなきゃいけないことがあるかもねっていう、だから今気づいたねっていう。あ、いやいや、64はないんじゃないないっていうのは、あの出力する C のコードはまあなんか それを心配するなんかコードは何もないような、要するに、言い換えるならこの現状のこのコードがそのまま64ビット環境でも当然動きますよね。型これ全部ビット数の指定されてるので、うん、実行が最適かどうかがわからないっていう。あ、だって今の話も一緒でしょ。別に32ビットでもコンパイラー通して動きはすると思うんですよ、うんうんうん、動きはするけども、あ、ビット幅が足りないから非効率なネイティブコードが早く生成されるよねっていう、そこが適しているのか否かはちょっと分からないですね。あ、これは検証してないけど、僕の勘ではなんか心配することはないような気がする、あの64ビットの方について言えば、うん、それであれば、まあ、うーん、まあちょっと無理はあると思うんですけど、これも8ビットベースのデコードが出れば、上の32ビットのプラットフォームには心配ないみたいな状態になるんですけど、ただな、ドットネットの IL が32がベースなので、ちょっと高度な話をしてるんですけど、前提になってるのが、あの CLR に評価スタックっていうのがあって、評価スタックの最低サイズが32ビットなんですよね、扱い。なのでそれ以上最適なコードを書くのは、あのよほどうまくやらないと正しいコードにならない可能性があるので、その心配をしています。それに取り組むぐらいだったら、あの他にも やらなきゃいけないことは山ほどあるのでそっちをやってからかなみたいな話を今してました。で64ビットは32がいけるんなら64は普通にいけるだろうって、うん、そしてなんかこう苦しいようなコードも出てこないし、まあ64ビットだいたいリソースが潤沢にあるのでね、
なんかそんなに心配してない、うん、64ビットプラットフォームなのにメモリが 16KB しかないなんて環境は多分ないでしょ、うん、という意味でもなんかあんまり心配してない、ね、64ビットの方が実際動くと思いますよ別に何も、まあ、ケイさんがそうどこまで最適化を求めるかってメモリもあれば実行のパフォーマンスもあればだと思ってこれはあれでしょ VC で X64 向けにリリースビルドしたらきっと2命令ですよ、うん、あ2命令が難しいからこれはあの IF があるからすごい難しい 4、5命令ぐらいかな、うん、だから多分なんかそんなにあの難しい話ではないだからさっきの話土台が32だから32の命令は心配ないよねそう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 あとは8ビット向けに力かけられるか否かそうそう、うん、僕はねちょっとやりたいとは思うあのすごく大変なことだったら、まあ、諦めるけどなんかちょっとの工夫で少しまともになるっていうんだったら、まあ、それをやりたいなという気はしているが、うん、なんか優先順位が低いと今のところ思ってます誰かねあのプルリクでも投げてくれたらもちろん前向きにあの検討しますけどちょっとここをいじれば1周だけなら投げますか、まあ、1周はねまあ、あはいそうですかみたいなあのいいアイディア求めますみたいな求むアイディアいや初めて使わないでもねなんかいいじゃないですか今全部なんかあのコードを手動でコピペとかあの、うん、してたんで、まあ、こんなバトルコシーことをこんな小さいプログラムでやってたらもちろんバカバカしいのでなので、なんていうのかな、そのアプリケーションライフサイクルまで含めて簡単にできる環境であれば、もしそういうのが実現できれば、この C シャープで、あの例えばですよ、例えば Arduino のコードが書けますっていうのは、まあ、結構面白い話かなという気はしてるんです、僕は。Arduino みたいに小さいプラットフォームね。もちろんなんか小さいって物理的にっていうよりは、なんて言ったら、システム規模的にといったらいいのかな。シンプルなという。でそういうのができたらいいなっていう気がしてだから、うんまあ、そういうのをなんか、うん、とあの簡単になんか取り組んでそこに近づけるのがなんか やりたいなみたいなとは思って、うんうん、だって小さいのが十分簡単にシンプルにできるっていうことが分かれば大きい方には簡単に適用できるねってすぐ分かるけど、大きいブランですかロビット出されるとちょっと辛いんですけどいやだから多分その以前はアルディノが優しくて他のは難しいだったと思うんですけど、今の状況だといろんなデバイスもあってツールも充実するので、そのまあ近いとは思うんですよ。ただアルディノしか持ってない人も当然いれば、アルディノ持ってなくて別の持ってる人も当然いるわけで、という意味でそのより簡単なものって言われると、いやどれも割と簡単なんだろうなと思うところはいいまあさっき見ててもアイデアもあったと思うんですよ、うん、でもあれじゃないですか、今さなんか今日はあのこのマイクロビットで IL2C の、 あの出力結果を試すっていうことで実際やったんですよ。だけど今突然ね、アルディーノでも試そうかみたいな話になって、うん、今サクッとやったらサクッと動いたんですよ。こういうようなことを言っている。あ、いや、そういう意味では、今なぜアルディのやつかというと、あのこの今日持ってきた PC にアルディの ID が入れてあるから、さっきのやつです。あと唯一アルディのでいい点言えば、あのあるって言った時に出てくるかどうかって話。だからまあまあそうです、そうです、そうですけど。でもそれは、いや、それは僕らは分かってるけど、なんか他のなんかさまざまななんか選択肢の中から自分が実現したいものを実現するにはどういう選択をしようかって悩んでるような人たちが、その選択の基準として選ぶときにいろんなことを考えるじゃないですか。これはこのプラットフォームを選ぶとこういうことができて、こういうことがデメリットになるみたいなことをいろいろさまざまに考えるんだけど、でもどれでもいけます、大体同じようにいけますっていうプラットフォームがもしあったら、それを選択基準として考えることが一つ減るわけですよね、うんうん、そういうことを言っている。その IL2C が出力する、まあちょっとね、うん、まあまあまあ趣旨外れちゃうからいいです。そうですか、そうですか、うん、なんか今日もちろんやんないですけど、僕は多分今のソースコードはそこにね、あのすごい珍しいマシンが転がっているんですが、これ実動するんですよ、実は。
まあ、あの見せたことある人もあるので知ってる人は知ってると思うんですけど、これね、この巨大な これ何か東芝って書いてますよ。ワープロみたいですね。そうですね、あの昔で言うワープロみたいなやつですね。これ、スパーク LT ですね。スパーク LT 実動します。いやもう電源入れるのめんどくさいんであれですけど実動するんですよ。これあのソラリス 2.4 が乗ってるんですけど、 C コンパイラーあります。それから GCC もあるんですけど、今のこの今日のデモンストレーションの結果を見て、このコードがそのまま、スパーク LT の上で動く自信があります。それを支えているのは今言ったようなそのポータビリティがあるっていうこと、 C 言語のソースコードが出力され、そのコードにポータビリティがあるから、だから持っていけば動くでしょうみたいなものが、別になんていうのテストしなくてもまあ動くよねみたいな感覚でわかる、そういう感じ。だからあの特に IoT だとデバイスっていっぱいあるじゃないですか。ちょうどさっきあのエンベッドのサイトに載ったけど、あれのプラットフォームでまあ動くよねみたいなのがわかる、そういう感覚、だそうすると考えることが一つ減るじゃないですか。例えばドットネットコアあまりにも動かないんであれだけど、じゃあネット MF だったらどのデバイスで動くだろう、これでは動くだろうか動かないだろうかみたいなことになる。いやだから僕はドットネットに、まあ、異様がなればないんですよ。デバイスで C 言語を使うこと自体も異様がないんですよ。僕があの言っていたのはアルディーノが神だみたいなのは違う。あ、違う、そんなこと思ってないですよ。で、今やるならば、その8ビットマイクロに対して力をかけることが、ね、他のところに力を振った方がいいと思っているので。もちろんそう、もちろんそうです、なんかこれをこのプロジェクトをやってることの背景は、そのマルチプラットフォームというか、あの どの環境でも動いたらいいよねぐらいのこと、あの軽視してるわけでもないけど、それを絶対に満たさなきゃいけないっていうわけでもない、でもまあなんか重要だよねって僕は思ってるぐらい、ってことです。まあそうしとけば、なんかこれで動くのって言われた時に、まあそれは多分動きますよみたいに即答できるぐらいの、なんかっていうか、まあいろんなもので動く状態にしたいっていう、そういうこと、それはまあ、そういうことです。いやいや、結構8ビットにこだわってるから。あ、いやだって8ビットで動きゃ他でも動くでしょって簡単に言えるじゃないですか。多分気にしてるポイントが違う。いやそれはあれかもしれない。周辺デバイスのサポートが結局できるかどうかっていうのがポイントになるから、もちろんそうなんだけど、でもそれ言い始めたらいろんなものをもちろん気にしなきゃいけなくて、でそのなんていうの、僕らがやってるのはその周辺デバイスをどうやって動かすかって話じゃなくて、 IL2C を動くようにするって話なんで、その視点で考えればどういうプラットフォームでも動くよねっていうのの担保のために、8ビットで動けば動くよね、あわよくば4ビットで動くだろうかみたいな、なんか そういう話になるじゃないですか、小さい環境で動けば、次回に来たい、次回は覚えてる。ちゃんとビデオ見てください。あ、いや見たんですよね、見た、はい、23話全部見た、はい、40時間ぐらいですね、大したことないですよ、はい、24、48、2日間はい、というわけで、今日はマイクロビットの上で無事動きました、はい、動きました。いや、よかったよかった、なんかちょっと重くなりました。はい、あの松井さんもこれ持ってるのやってます。ああ、そうです。ビデオより楽だと思います。そうですね、ああ、楽なんですね。いや、ビデオ見る方が簡単じゃないですか。何を言ってるんですか。時間使いますね。だってこうやってこうやってふんぞり返って見てればいいんですよ。で、これビルドはさっきで10分ぐらいで。引き続きビデオの、あのそっちの IL 通信の開発の方はビデオの連載は続けます。今のところ、プリミティブタイプは大体いけてるので、今後着手するのは多分バリュータイプ。バリュータイプが動くようにする。バリュータイプを動くようにするというのが、なんか当面の目標になってます。とりあえず、今日の、その、実際、あの IoT で動くかどうかみたいなものもその目標の一つに掲げてたんですけど、それはあ、まあちょっとまだ愛がないですけどね。どういうことですか。IoT の愛の部分がない。いやそれはだいぶ後も
だいぶ後の方ですね。少なくともインテロップができないとね。はい。あ、来ます。はい。ということで、はい、はい、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。